いよいよ今月27日に東京六大学野球オールスターゲーム2022 in 愛媛が松山坊ちゃんスタジアムで開催されるということで、早稲田大学出身私村上が注目選手をご紹介してまいります。もうそれもう毎回言ってるから毎回やらせてください。いいですか、続けていただいてますから大丈夫、はい、じゃあ今回はこちらの選手に学生注目なんだ。はい、こちら行きましょう、はい、今回はですね慶応義塾大学の松井翔太投手です。あ、秀才選手。そうなんです、進学校のね、はい、彦根東出身の秀才でして、はい、あの選抜では大会ナンバーワンサウスポーとね、称されたりもしていたわけなんですよ。いや、覚えてますよ、はい、小柄ですけどね、素晴らしい球投げます。そうなんです、はい、そんな松井投手の大学時代のこの凄さはねこちらなんですね、はい、今、はい、リーグ現役最多11勝を挙げているわけなんですよ。いや、11勝もすごいけど、はい、2回しか負けてない。そうなんです。勝率が素晴らしいじゃないですか。そうなんですよ、このね、まあ、11勝というのはどれぐらいすごいかと言いますと、はい、この東京六大学野球リーグはですね、はいはい、2000戦勝の勝ち点制というのを導入していまして、うん、2000戦勝、2回勝った方が勝ち点をもらう。はい、はい、だから例えばこう土日に、まあ、2回勝ったら勝ち点が入ると、はい、でもし土曜勝って日曜負けたら次月曜日にもう1回戦うということで、まあ、それを、6チームのまあ総当たりですから、ですね、2戦の中で、まあ、1回しか投げませんよとなった場合は、うん、はい、1つの、リーグの中で、マックス5勝ということですね。まあ、6チームあるうちの相手が5チームありますから、すす、はい、マックス5勝ということです。そうなんです、あんま2戦のうち1戦しか投げなければということ。そうです、1戦しか投げなければということですから、はい、この11勝というのは、うん、まあ、その下級生の頃から活躍しないとなかなかたどり着けないよという。わかります、このなんか凄さ。わか、そうだよね、はい、そうなんですよ、そうなんですよ、皆さん。マックス5勝で、はい、まあ、だから2シーズンマックス5勝5勝上げても10勝しかいかないところを11勝いってるってことは、そうなんですよ、そうなんです、そういうことなんですよ、はい、だから先輩がいたらなかなか下級生では出られないわけですから。あ、そうかそうか、そんな中でも出てないとエースから投げていくわけですから。そうです、そうです。だから現役最多になっているということ。今やもうねエースですけどね、はい、はい、という中でですね、はい、過去にこの勝ち星どれぐらい上げてる、歴代の、そうなんですよ、 OB たち最多なのかなっていうのを私、はい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 、ちょっと調べてきまして、うん、調べた、どれぐらいだろう、これね、すごいことになってまして、まあ20はいってるよね。さあどうでしょう、20とかいると思いますよ。さあどうでしょう、見ていきましょうか。こういうことになってまして、なんとですね、3位が、ロッテの前身毎日オリオンズで活躍した末吉俊信さんの44勝、はい、はい、まあ、2位はもうご存知だと思うんですけど、昭和の怪物江川さんが47勝、でそして1位が法政大学の黄金期を築いて、バルセロナオリンピックの日本代表監督として銅メダルを獲得した山中さんが48勝ということで、ちょっと 40? はい、いや、それはちょっとすごすぎます、ごめんなさい、すごいね。そうなんです、うん、まあ、でもこれ別に大会の2000戦勝方式が別に変わってたわけではないんですよ。もっと投げてたってことですね、じゃあね、昔は。江川さんなんか見てみますと、うん、まあ、3連戦4連戦すべて登板みたいな、はい、あ、そういう、まあ、時代もありましたし、そうですね、うん、でまあ、勝って負けてをちょっと繰り返しているようなチーム事情もあったということで、おそらくこうなってるっていうところもあるからね。それでもすごいね、また1年生の頃からずっと活躍し続けてということだと、それはもうこれちょっと桁違いですね、まあ、そうなんです、はいはい、まあ、そんな中で、まあ、近年だと、うん、はい、まあ、どういう成績なのかなというのを見てみますと、うん、こちら、うん、はい、広島の若きエース、うん、森下投手で15勝、あ、はい、うん、で東北楽天で、ね、今年活躍してます、うん、早川投手で14勝ということですから、はい、あ、でもやっぱりそう考えると松井選手11勝すごい。そうなんですよ、まだ秋のリーグが待ってますからね、うん、そうですね、上積みできますから、はい、5勝以上上げると、うん、もう抜いていくと、あ、この上に行くわけだから。そうなんですよ、現役バリバリのプロ野球ローテーション投手と、はいはい、そうなんですよ、うん、ということで、うん、まあ、そんな、うん、ね、松井投手戻れますか、はい、松井投手、はい、松井投手、まあ、先ほど大沢さんも言ってたんですけども、うん、2回しかね、ここ負けてないというね。そうなんですよ、もうこの凄さが、まあ、やっぱりこのクレバーなね、松井投手のピッチングのね、凄さだと思うんですよね、うん、まあ、そういうこう松井投手のピッチングを、うん、ぜひ坊ちゃんスタジアムで見ていただきたいなと思ってますので、うん、27日皆さん、坊ちゃんスタジアムに行くぞー。なんか
ちょっとね、緩いんだよね、このボールチャンス始めに行くぞみたいな、こう、はいはい、緩急なんだよ、うん、だからボッチャンスタジアムに行くぞーじゃなくて、はいはい、ボッチャンスタジアムに行くぞーっていう、やっぱこう緩急だ、緩急だから、ピッチングもね、緩急でしょ、もう一回いいですか、はいはい、あ、なるほど、うん、ピッチング、はい、うん、ボッチャンスタジアムに行くぞー、それアウトだね、え、あ、そこっちだった